クラリッサ・ストロッチの肖像は、イタリア、ルネサンス期のベネツィア派の巨匠ティツィアーノ・ベチェッリオが1542年に制作した肖像画である、油彩。ロベルト・ストロッチの幼い娘クラリッサ・ストロッチを描いた作品で、父、ロベルトの発注によって制作された。ティツィアーノの数少ない純粋な子供の肖像画の一つであり、 同時期に制作されたアーニョロ・ブロンズ・イーノのメディチケの子供たちの肖像画と共に、イタリア絵画で最も初期の子供の肖像画の一つとなっている。本作品の芸術的特徴は16世紀半ばの一般的な子供の肖像画の作例とは異なっている。彼女は全身像として描かれており、豊かな室内装飾、窓の外の風景、古典的なレリーフ彫刻、ラップドッグなど、 公式の肖像画の特徴を備えている。絵画はバロック期の子供の描写に大きな影響を与えた。18世紀にはエングレービングが制作された。現在はベルリンの絵画館に所蔵されている。クラリッサ・ストロッチはフィレンツェ出身の裕福な商人、ロベルト・ストロッチとマッタレーナ・デメディチの長女である。ストロッチ家はフィレンツェで最も影響力のある一族の一つである。 父ロベルト・ストロッチは、フィリッポ・ストロッチと、クラリーチェで、メディチの息子であり、娘、クラリッサの名前はおそらく祖母にちなんで名付けられた。一方、母メッタレーナは、ロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコで、メディチの孫にあたる。父ロベルトは、フィレンツェの政治に関連したが、スパイ活動に関与したとされ、フィレンツェから追放され、1536年から1542年まで、 ベネツィアに亡命していた。クラリッサが生まれたのはちょうどこの時期にあたる。肖像画が描かれた時クラリッサは2歳であった。同じ年、クラリッサの家族はベネツィアを離れることを余儀なくされた。1544年頃にはロベルトはローマに住んでおり、1545年にフィレンツェに帰国した。クラリッサは1557年にクリストファのサベッリと結婚してローマに住み、 キツヤーノの死の5年後の1581年に死去した。クラリッサとキツヤーノの絵画にしばしば登場する小型犬。クラリッサはやき菓シパンのプレッツェルを持ち小型犬に与えている。彼女が何かに反応した素振りを見せているのに対し、一点を見つめる小型犬はより賢く見える。キツヤーノは長いシルクのドレスをまとい、 石製のテーブルのそばに立っている少女を描いている。全身像として描かれた少女は、高価な宝飾品を身につけている。首には、真珠と宝石のネックレスがかけられ、手首にはやはり真珠のブレスレットがつけられている。さらにガードルには、高価な金の鎖が取り付けられ、ポマンダーと思われる球体が吊り下げられている。テーブルの上には一頭のラップドッグが座っており、少女は、 小型犬の背中に手を回して抱き寄せている。また少女は半分に割られたプレッツェルを手に持っており、ラップドッグに食べさせようとしている。彼女の巻き毛の束は額の上に自由に落ちている。少女は何かに気を取られているらしく、視線を画面左に向けている。彼女が唐突に体を動かしたことは、ガードルに取り付けられた金の鎖の曲線によって強調されている。 画面左の暗い壁には名板が取り付けられており、少女の年齢と制作年がラテン語の碑文として刻まれている。画面右には大きな窓があり、部屋の外の風景を眺めることができる。森の丘の周りを川が流れ、水上では2羽の白鳥がお互いを見つめ合っている。小型犬が座るテーブルからは赤いマントが画面右に向かって滑り落ち、それによって、 テーブルを飾っている二人の踊るプットが彫刻されたレリーフとテーブルトップの側面に記されたキツヤーノの署名が現れている。部屋の窓の外の風景の青い空は構図の配色による必要性から後にキツヤーノによって地平線の上に追加された。画面の中で最も明るく輝きを放っているのはクラリッサの肌と白いドレスの色調であり、 窓の外の青空と緑の森、そしてテーブルから落ちる赤いマントは、画面中央のクラリッサに対する、最も強い色彩のアクセントとして、右側に適度に、明るい色の三の体を形成している。一方の画面左側は色彩によるアクセントがなく、その大部分が暗くなっている。左上の壁の名板は、右下のレリーフ彫刻と釣り合いを取るために、対角線に配置されている。 クラリッサの白いドレスと小型犬の毛並みは絵画の暗い左側と色彩豊かな右側の両方いずれに対しても対照的である。テーブルトップの側面にキツヤーノの署名。テーブル下部に二人のプットウのレディーフ彫刻が施されている。そのうち右側の横顔で描かれたプットウはクラリッサの特徴が表現されている可能性がある。 背景には小さくつがいの白鳥が描かれている。構図のいくつかの特徴は、この肖像画が16世紀半ばにイタリアで形成された公式の肖像画の規範に対応していることを示している。少女は成熟した女性の肖像画の規範にのっとった立像として描かれている。室内の豊かな装飾は、少女が上流階級に属することを強調しており、後ろには、 彼女の公的役割に何らかの意味を与えるであろう、風景を見下ろすことができる窓がある。2歳の少女が公式の肖像画を申請することを可能とするような独立した業績がないことは明らかで、あるため、この肖像画を見た、同時代の芸術家や鑑賞者は、認知的不協和を経験したはずである。イタリア美術の研究者であるルバ・フリードマンは、ティツヤーノが、 風衣のアイデアを公式の肖像画の規範に導入し、それを多くの作品で巧みに使用したことを示唆した。この説によれば、クラリッサの白いドレスと調和したつがいの白鳥は、幼い子供の無垢と純粋さを象徴し、その周りの野生の森は、大人の危険な世界を象徴している。室内での古代美術に基づいた大理石のレリーフの使用は公式の肖像画の規範における、 追加要素である。このレリーフは、風景と同様に、肖像画に描かれている人物が保持しているステータスに対応する必要がある。クラリッサの肖像画の場合、レリーフは、少女のイメージに完全に適した遊ぶケルビムを描いている。ティツィアーノがレリーフを描いた他の二つの肖像画、ラスキア・ボーナとドン・ディエゴ・ウルタードで、面倒さの肖像のように、 画面に描かれているのは有名な場面のコピーではなく古典をテーマにした画家の即興である。さらに右側のプットーにはクラリッサの横顔の特徴が表されていると推測されている。これはティツヤーノが初期の作品ラスキア・ボーナですでに使用した技法である。このように芸術家はクラリッサが受ける古典的な教育だけでなく、 彼女自身が古代文化の継承者であり、ルネサンスで尊敬されているという事実も指摘していると推測できる。16世紀の芸術家たちは子供の等身が大人とは異なっていることを知っていたが、子供のイメージが大人の小さな複製であるかのように構築された例は多く存在する。このような背景に対して幼いクラリッサを成熟した大人の女性を描く際の 監修に従いつつ、子供の頭人で描写したティツヤーノの芸術的決定は注目に値する。クラリッサの頭部は身長の4分の1である。選択したギャンバスのサイズは3歳の子供の身長が最大身長の約半分であるという古代イギリシアの考えに対応している。クラリッサの頭像は彼女の顔と腕の丸みを強調しており、これも子供に典型的である。 ジョバンニバティスタ・カバルカゼルや、ジョゼフ・アーチャー・クローなど多くの研究者によると、クラリッサの肖像画は、子供たちをそのまま描く絵画の方向性を生み出した。バロック期の芸術家、ピーテル・パウル・ルーベンスや、アンソニー・バンダイクはティツヤーノから影響を受けて、子供たちを描く際に、同様の技法を用いた。ティツヤーノは、多くの作品で小型剣を描いているが、 ここでは異なる意味論的役割を果たしている。クラリッサの肖像画では背景の白鳥のつがいに加えて小型犬が少女の自然への近さを示している。両者は大きく開いた目とボタンのような花といった共通の特徴を持っている。同様の小型犬が登場するキツヤーノの他の作品とは異なり小型犬は横になっていないし、 眠ってもいないが、公式の肖像画の一般的な雰囲気に対応して、テーブルの上に装飾的に座っている。そのため、小型犬の存在は贅沢に満ちた場面に、軽やかさをもたらすと同時に、その注意深い視線は、潜在的な脅威を感知し、少女を保護している感覚を生み出している。1953年にザールラント州で発行された、切手。 キィツィアーノの友人である作家のピエトロ・アレティーノは1542年7月6日に画家に宛てた手紙の中で完成したばかりの肖像画の美しさと自然らしさを称賛した。クラリッサの死後は肖像画は一族のローマの宮殿に残された。1641年、サンジョバンにデコラートの前提で開催された毎年恒例の美術展の一つで展示された。 19世紀初頭にローマからフィレンツェのパラッツォ・ストロッチに移された後、1878年にビルヘルム・フォン・ボーデによってベルリン美術館のために購入された。クラリッサ・ストロッチの肖像に対する最も初期の批評はキツヤーノの同時大臣であり、有名なイタリアの作家、劇作家であるピエトロ・アレティーノのものである。彼はこの肖像画を ティツィアーノの最高の作品の一つとみなし、当時としては描かれた場面に並外れた活力を与えることができた芸術家のスキルを賞賛した。17世紀、ロレンツォ・マガロッティ伯爵の求めで複製が制作された。クラリッサの子孫であるレオン・ストロッチに宛てた手紙の中で、すでに50代のロレンツォは4歳の時にハラッツォ、ストロッチを訪れて、 初めて見た時からこの絵画を覚えていたと書いている。1770年には、イタリアの版画家、ドメニコ・クネゴは、ティツヤィーノの絵画に基づいて、犬といるクラリッサ・ストロッチの肖像という、エングレービングを制作した。サイズは 28X23.2 センチメートルで、原作と比較して2つの変更が加えられた。窓の右側に壁が追加され、 テーブルから落ちるマントの下の端とエングレービングの可変との間に床が追加された。スコットランドの画家、古美術コレクターのゲービン、ハミルトンや美術評論家、ジョン・ラスキンはこのエングレービングを自身の著書に用いている。1953年、ドイツのザールラント州で、クラリッサ・ストロッチの肖像をイメージした切手が発行された。ありがとうございます。